ちょうど1週間ぶりくらいですよね。そう、あんまりちゃんと治りきってなくて、ちょっと今も若干鼻声で申し訳ない。そう、しっかりは治りきっていなくって、でも元気なのは元気なんですけど、ちょっと喉とか鼻とかがまだうずうずしてる感じで。そうでね、明日待ちに待ったおしゃべり会なので、でも今日配信できるからしたいなと思って。そう、ただちょっとしすぎて、明日声出なくなったりとか、逆にもっと悪化したらそっちの方が嫌だから、ちょっと本当に申し訳ないんですけど、ちょっと30分だけできたらなと思って。そう、今日もこんな感じの声でロケしてきました。昨日の長野での生放送はちょっと鼻声ちょっとだけ回避したかなって感じなんですけど、時によるんですよね。ごめんね、たくさんご迷惑をおかけして。お、明日とうとう初めてのお話やったね。明日楽しみにしてます。私も楽しみ。なんかさ、話したいことありすぎて、なんかいろいろありすぎて何から話していいかわからないんですけど、まずは昨日かな。昨日は長野県のローカル番組なんですけれども、ふるさとライブっていう番組の生放送に出演させていただきました。はい、今ね、いろんなメンバーがそれこそこの前はユーハとマリナさんが福島の放送に出演されていた感じで、私は今回はみはるさんと一緒に長野県で5期生オーディションのね、告知をに行ってきました。そう、本当にNBS 長野放送さんには本当にたくさんお世話に私もなっていて、でも出演 NBS さんの番組自体に出演させていただくのは確か今回が初めてだったかなと思うんですけれど、長野でのお仕事の時に何度もこうご挨拶させていただいたりしてたので、すごいお世話になっていてね、今回こうやって出演させていただけて嬉しかったです。ちょっと告知がめちゃくちゃ急だったので、多分見れなかった方がほとんどだったかなと思って、時間も時間だったし申し訳ないかったんですけど、でも少しでも届いていたら嬉しいなと思います。ねえ、本当に地元でのお仕事っていうのはすごくね、感慨深いものがあるし、本当に特別な感じがあるので、すごく嬉しかったですね。また長野で活動ができるように頑張りたいと思います。お、思い出いっぱいくん、来週ありがとうございます。今週末は日曜日もありますけど、今週末はマリナさんの生誕祭ですね。家族も見てくれてたかな。どう、母親はね、見てくれてたか、LINE をくれました。そう、そしてそう、ちゃんとね、お蕎麦とおやきも味わってきました。ね、美味しかったです。みはるさんが長野初っておっしゃっていて、そう、いや、すごい意外でしたね。初なんだとかって思っていたんですけれども、すごいみはるさんも長野を満喫してらっしゃって、楽しんでいただけたかなと思って嬉しかったです。見て、ちょっとさ、鼻噛みすぎてさ、鼻の下赤くなってきちゃったね。ちょっと明日も鼻の下赤いかもしれないけど許して。わかる、ななこさんとね、一緒にね、行ってたりしてるイメージあったんですけど、意外となかったんですよね。
そう、おやき温めて食べるものですよって言いました。ねえ、あとはそう、サイン入り生写真が届いていると噂に聞きまして、 X とかでもたくさん流れてきて嬉しいです。ありがとうございます。ねえ、嬉しい、届いた。そう、多分40種類くらいサイン、あ、サインじゃない、メッセージのバリエーションがあったはず。40以上くらい。だからお一人につき同じメッセージが届いていないことを願うばかりなんですけれども、いかがでしたでしょうか。そう、届いた、よかった。多分、いや嘘ついてなかったら多分40種類くらいあったんじゃないかな。うん、頑張って書いたつもり。そう、なかなかね、宛名がないってなると、そう、書けることってすごい難しくなっちゃうとか、狭まっちゃうなとかと思ってたんですけど、でも何気にこう、それ逆に不特定多数というか、普段応援してくださっている皆さんに向けて言いたいことって言ったら変か、伝えたいこととかをすごい考えてたら、たくさんね、意外と出てきて、気づいたら40種類くらい書いてましたね。お、ラッキー当たった。そう、あら、そうそうそう、なんかあのシマウマ書こうかなって思ったんですけど、なんか全部に書くのもあのなんかくどいかなって思った果てに、10枚に1枚の確率でラッキーシマウマさんがいるかもしれないです。そう、あの、ちょっと待って、一回水飲むね、ごめんね。そう、あのラッキーシマウマいるんですけど、別に当たり外れとかじゃないので、皆さんに平等な愛を注いだのでご安心ください。たまにラッキーがいるかないないかなくらい。そう、なんか本当は当たりとかってしようかな、書こうかなとかって思ったんですけど、当たりがあったらなんか書いてないの外れみたいになったら嫌だなと思ったから、そうそう、だからラッキーにしときました。だからといっていなかったらラッキーじゃないって意味でもないんですけどね。そうそう、それで一応ラッキーシマウマにしときました。皆さんのお手元に届いたかな、感じですね。さあ、いなくてもハッピーですよ。みんなハッピー。愛はたくさん込めときましたよ。長野のハチポって新潟でタットくんみたいな。あ、そんな感じ、そんな感じ。局のあのハチポは NBS さんの局の何キャラクター？ゆるキャラみたいな感じ。なんか顔似てるね、顔似せてるって言われて面白かった、確かに。あの自撮り一緒にハチポくんハチポちゃんちゃんかな、くんかな、どっちだろう、ハチポと一緒に写真自撮りした時の顔があの似てるねって言われました。似せたって、似たかもしれない。あ、イモムシじゃないよ、シマウマだよ。あ、そう、話したい、それ、あの帰省の時に起こった事件簿、話せる話せる。え、ちょっと事件話しちゃっていいですか。今しかない。そう、それこそ前回の公演のね、 MC でね、最近起きたハプニングっていう MC 内容があったからめっちゃ言いたかったんですけど、その時、その公演の時もすごい、実はあんまり喉とかあの鼻とか良くなくて、あのちょっと喋ったら鼻垂れ小僧になってたので、一回吐けて鼻噛んだぐらい、本当にあの鼻垂れ小僧だったので、ちょっと話せなかったので今回改めて話しますね。
はい、あの私の今回の帰省事件簿参ります。新潟へ戻るとき実家にお財布を忘れました。はい、見事に自分のお財布を置いてきてしまって、で、訳はあるんですよ。その前日に母親とちょっとお出かけ行った時に、自分カバンを持たずに行こうと思って、でも自分のお財布は持って行きたいなと思ってたから、母親のカバンにね入れてもらってたんですよ。そしたらお互いそのことを忘れてしまって、で、そのまま母親のカバンに私のお財布が入ったまま家を出てきてしまって、で、お家の最寄り駅から少し大きいターミナル駅って言えばいいのかな、ターミナル駅でもない、なんて言うんだろう、そう、乗り継ぐために降り立った先の駅で気づいて、はっってなって、最寄り駅からその駅まではこう乗車なんていうの証明書みたいなのを受け取って、その向こうで着いた先の駅で後払いっていうのかな、そう、ここから乗ってきましたって言ってそのチケットを出してさ、お支払いするっていう形だったから、あの乗れたのは乗れたんですよ。そう、乗車駅証明書っていうのを取って、で、その最寄りの駅から乗り換えの駅まで行くじゃないですか。で、え、お財布なくねってなって、で、そのままね、あのその時はなんかスイカを私持ってて、スイカでお支払いができたので、とりあえずなんていうの、改札を出るっていうの、なんていうの、そう、そこでその分のお支払いはできたんですよ。そうそうなんです。そしたらその次ですよね、問題は。さあ、そこからどうやって帰りましょうと、スイカの残高も言うて千何円ですよ。でも私は新幹線に乗らねばならぬのですよ。でも新幹線ってのチケットとかって、こう例えばペイペイとかね、電子マネーとか使えないじゃないですか。現金かあのクレジットカードのみみたいな。そう、そうなのよ。そう、チャージもできなくって、あのスイカにモバイルから。で、すっごい、まず駅員さんに後払いとかってできませんかとか言ったんですけど、後払いが無理って言われちゃって、いやそうですよね、で、なんか他の駅で他の人が支払ったのを確認してからチケット発行はできるんですけどとかっていろんな説明を受けたんですけど、どの方法も無理で、やばい、できないと思って、で、しかもその日あのちょうどな新潟に戻ってきたちょうどその日の夕方からリハーサルがあったので、早めにってか時間のリミットはあったんですね、新潟に戻らなきゃいけない時間のリミットが。で、もう本当にやばい、どうしようってなって、お仕事中の父親に電話して、ね、あのお財布を家に忘れちゃったって言ってそうで、その駅からもう一回実家に帰る時間もなくて、電車もないし時間もなくって、でも父親もお仕事中で、母親がその日午前中でお仕事が終わって、そうちょうど間に合うか間に合わないかくらいの時間帯で家にお家に帰る、なんかお仕事が終わる時だったので、で、母親のお仕事終わるのを待って、終わった瞬間に電話して、お財布忘れちゃってって言って、で、今から届けるって母親が私のお財布をなんと超爆速でその駅にまで届けてきてくれて、もうすっごかったよ。あの私ここで初めて言うんですけど、私初めて駅のトイレに駆け込んで涙を拭きましたもんやばい、私駅に帰れない、
帰れないっていうか別に帰れるんですけど、めっちゃ迷惑かけちゃった。なんかせっかくリハーサルもごめんなさいしなきゃいけないかもって思うと、なんかあと体調もその時めっちゃ悪かったから、もういろいろ重なって体調悪いし、座りたいけど座れないし、あの新潟戻らなきゃいけないのに戻れないし、めっちゃなんかいろんな人巻き込んじゃってるし、そもそもなんでお財布忘れるんだ、初めて忘れたみたいな、いろいろ一気にグワーってきて涙が出てきちゃって、初めて駅のトイレに駆け込みましたねでもそのまま待ってたらお母さんがあのお財布を車で届けてくれて、でもうギリギリその一本、一応予定より1本後の新幹線で帰って、それだったらギリギリねリハーサルに間に合うやつだったので、それにちょうど1分前くらいまでチケットを買っていてお財布受け取ってありがとう行ってきます間に合えみたいな感じでぐわって猛ダッシュしてお財布に握りしめて緑の窓口行って、ここまでお願いします、すごい大急ぎで買って、1分前にチケットを買い終わり猛ダッシュでホームに行き乗れました。無事に帰ってきて無事にリハーサルも終えてよかったですそしてその日の夜多分無事に熱が出ましたねはい、もう本当に壮絶なドラマでした。初めてお財布を忘れて、そうっていうのが事件簿ですね、今回の帰省事件簿。もうこれでなんかもう毎日お財布確認するようになりました今日カモン財布入ってるお財布あ入ってるとか言ってめっちゃカバンの中のお財布を確認するっていうこの何ルーティーンができたっていうのが収穫ですね。そうなのよ、これで学びました、お財布はちゃんと持ちましょう、教訓になりました確かに落とすより良かった。ちゃんとねなんかフラッシュバックしたんですよ、あれお財布がないどこだってくる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 って回った瞬間に、ほら昨日母親のカバンに入れたぞ、それから取ってないってなったね。びっくりしちゃったよね。そんな感じでね、バタバタの戻りだったんですけどそう、わめちゃくちゃ大事、家と車の鍵、お財布、免許証を三種の神器として常に確認。いやめちゃくちゃ大事ですよ、お財布、スマホ、パス。あいいですね、すごい本当にみんな偉いですね。私もちゃんとその癖をつけなきゃなって思いました。とにかく母親に感謝ですね本当に車で飛ばしてきてくれたスマホはね今のところなくしたことないんですよ。スマホは全然、あと家の鍵も今のところないですね。そうお財布忘れても意外とねペイペイとかあったりとかするとね大丈夫だったりするんですけど、いや切符だけは買えなくて焦りました。買えるものだと思ってたから、とりあえず帰って、なんかその忘れた瞬間、あでもペイペイで払ってチケット買って一旦私はもうリハがあるから新潟戻って、あのお財布も家にあるっても分かってたから、後日あの郵送でも届けてもらおうとかってちょっと考えちゃってたんですよ。いけるわと思ってたら全然いけなかった全然ダメでしたね、うん、って感じですね。駅ネットね、なんかそれよくやってますよね、座席にも貼ってあってすごい気になってたんですけど、あやばいもう20分。そう今日ねとある小道具があるんですよ。
今日は何の日か知ってますか皆さん。この後 X も載せたいなって思ってるんですけど、今日は11月1日ワン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 。え、ちょっとさ、これポニーテールだとあまり可愛くない。ちょっと外しまーす。ポニーテールどこだろう。今日ねリボンをつけてるんですけど、この辺かな。あ、ごめんね、今日さちゃんとメイクもロケをしてきたからちゃんとメイクもしてるしさ、髪の毛もさ、あのポニーテール綺麗にまとめたんだけど、お洋服はねもう家帰ってすぐ着替えました。なんでかっていうと、今日ワンピース着てたんですけど、あのもう風邪ひいてる時って体冷やすのが一番ダメだと思っている私なので、持論体を冷やすな、なので家帰ってすぐ着替えました。だから今日もレッスン着みたいなだる着ですみません、ダルメシアンだけに。あ、やっぱ下ろした方が可愛いですね、このカチューシャ系は下ろした方がいいですよね。だから今日なんだっけ、もう全然さ今日寒くなかったのにさ、ワンピースだから足冷えちゃダメだなと思って、冬用のあの冬用タイツっていうの、あのインナータイツまで履いて履いていきました。冷えないようにって完全防寒していった。おかげで全然寒くなくて、むしろポカポカな状態で入れてよかった。そう、昨日本当はさハロウィンだったしさ、それこそ、あ、牛じゃないよ、ダルメシアンだよ。ワン。昨日あれハロウィンだったから、ハロウィン配信とか絶対できたのに、昨日あの帰ってからちょっと帰るのも家着くのも結構遅くて、今日もあったから、あと体調もそんなに良くなかったから早く寝なきゃ一心で家帰って爆速で準備して寝たんですよ。だから配信できなくてごめんだわん、ダルメシアンだわん、ワンワン。ちょっとテロップ変えようかな、一日遅れのハロウィンみたいだね。ワンワンワンの日。どうですか、一日遅れのハロウィン。ハロウィンじゃないよ、今日はワンコだよ。ワンワンワンの日だもんね。あ、そうだね、ハロウィン公演ありがとうございましたですね、それも言えてなかった。あ、なでなでしてくれる、ありがとう、みんななでなでして。柄が渋滞して確かにしましまとだる、あ、じゃあちょっと顔だけにしとこう、どうしても映っちゃう。あ、こうか。あの配信じゃないや、公園ではかぼちゃになってました。かぼちゃになってハロウィンナイミッナイブキーナイしてました。かぼちゃはね、去年マッシーさんが着てらっしゃったやつでね、7年前美晴さんが来てた、すごい。なんて言うんだろう、なんかしっくりきた。あのかぼちゃかぼちゃがチョイスされた理由、最初はね全然別のね
深そうだったんですよ。でも丈が足りなかった1つ目、2つ目も丈が足りなかった、3つ目でかぼちゃあの子が来てギリ丈が足りてそれになった。めっちゃリアルな話、丈問題でしたね。よくあるんですよ。そう、あの普通の衣装だとそこまでなんかこうないんですけど、あの別の衣装以外はそんなに丈問題はないんですけど、こういうダンス衣装以外の衣装っていうのかな、それこそ生写真撮影とかで使ったりする特別な衣装とかは丈が足りないことが多くって、今回もそれでしたね。何だったかなその2つは。何だったっけな、忘れちゃったな。チア衣装、あーユーハが着てたやつね。めちゃくちゃあれも短かったよね。すごい、でもめちゃくちゃ似合ってた。チアって可愛いよね。わかる、あの衣装で絶望の後で、すごい面白かったよね。横を見たらあの仮装してるメンバーが踊っているのがすごく新鮮でした。なんか一夜だけの特別な公演って感じがしてすごく楽しかった。でも前かぼちゃになれてよかったです。かぼちゃなんだろう、形かな、なんか自分の骨格、顔の骨格、体の骨格に意外と合っててすごいピタッとフィットしてました。可愛かったですか？可愛かったかわん。キャラじゃないから語尾にワンとかつけられないよ。ねえ似合ってた？ねえぜひぜひまたね、来年もあったらね、来年とかもう来ていただけたら嬉しいなって思います。嬉しいわん、ありがとうだわん。お、28分ありがとう。悶絶した、超可愛かった、可愛かったぼちゃ。かぼちゃ、かぼちゃの語尾は可愛かったぼちゃ。仮装大賞は私はね、小さくて可愛い小さくて可愛い、ここでは言ってんのか、ちいかわさんのあの仮装をしてた私がオーバーチャーなってドーンってついた目の前に最初にいらっしゃって吹き出してしまった方と、1人3票だったんですけど、その方とあとは1位だった張って寝て気持ちいいサロンパスの方、もうあの方もすごいインパクト強くて、公演中この人見えてんの なんだろうって思ってて、でよく見たら確かにサロンパスでめちゃくちゃ面白くて、その方とあとは2位だったっけか、高校生カップル。そう、親子で仮装してきてくださった高校生カップルの仮装ですね。そう、あ中学生か、ごめん、中学生中学生カップル、あの3人に私投票させていただきましたね。ちょうど目が合ったっていうか、もうインパクトがバンバンバーンってきたお三方だったので、そう、すごいね、面白かったですね。ねえ最初お父様の方だけ見えて、なんかさなんか女子高生おらんかと思ってたんですよ。そしたらまさか息子さんがちゃんと中学生の、確かに制服着てて、あ、こう見たら確かカップルだと思って、めっちゃ面白くて入れちゃいましたね。ね、ちょっと1年に1度面白い
また来年もねできたらいいですね。10日後はワン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 の日、そう10日後は本当の犬の日なのとポッキー&ブリッツの日ですね。あ、ハロウィン公園の衣装可愛かった、ありがとう。かぼちゃポッキーの日だからポッキー食べなきゃですね。え、そう4期生も一緒にハロウィンナイト、皆さん気づきましたか、あの後ろの扉、よく皆さんがあの劇場に入ってくるときに使っているあの扉から4期生が出てきたんですよ、前座メンバー。皆さん気づいたかな。そう、あそこから出てきてくれてハロウィンナイトはみんなで踊りました。そう客席の間通ってきたの、すごくない？あの客席にメンバーがいるんですよ。そう歴史が変わったって言ってました。確かに前代未聞って感じだよね。初めての試みだったんじゃない多分。そうでもいいですね、この思い出いっぱい公演、それこそなんかいろんなの投げたりとか、そういろんなね皆さんと楽しめる何かっていう工夫をねたくさんしていきたいなっていうふうにみんなでも思っていたので、いろいろできてて嬉しいです。あ、33分ね、本当はもっと話したいんですけど、ちょっと明日声出なくなったり明日体調悪くなったら本当に笑えないので、すいません。明後日もね公演がありますので、ちょっとごめんなさい、今日はこの辺で。明日帰って、明後日遅くなるか、し明後日とかにならまた落ち着いてちゃんと1時間とか配信できるかなってちょっと今のところ思っているので、明後日くらいまでまたご無沙汰になっちゃうかもしれないんですけど、ごめんね全然できなくて、ちょっとちゃんと直します。ありがとうね、うん、本当にみんなの温かい応援が心と体に染みます、ありがとう。じゃあスクショタイムでもしますか。せっかくワンワンの日なので、ね、みんなも体調気をつけてね、もう最近ねあのいろんな周りの人もみんなね体調崩してる方多くて、やっぱそういうね時期になっちゃうっていうか、あの気温の変化とか季節の変わり目なのと夏の疲れとかがね出てきちゃう時期だから、みんなもう大事にね。じゃあワンワンの日スクショタイム、はいチーズワンワン、一日遅れのハロウィンみたいですね。ということでこの辺で壇上読み合いしたいと思います。ワンダフォー、あ、いっちゃんもこうちゃんも元気でした。いっちゃんが最近ちょっとねちょこっと体調崩しちゃっててすごい心配で、もう飛んで行きたかったんですけど、飛んで行ったら元気になってました。よかった。だから家出てくるとき、実家戻るとき、その時はお財布忘れたことなんて何も気づいてない時だったんですけど、もう元気に過ごすんだよ、体調崩しちゃダメだからねって言ってたくさんたくさんの出回しときました。おら寝るんだっていう、すごくねやめてよもう寝るんだからみたいな顔されながら撫でてきました。あ、いっちゃんから映ったのかな。さすが兄弟ですね、伝染するみたい。次はこうちゃんに行かないように気をつけて、こうちゃん。じゃあちょっと壇上読みをしたいと思います。わあ、もっと話したいね。心と体は元気だからさ、
もうここからさ12時頃まで本当は配信できるんですよ。喉と鼻が本当に早く治ってくれって感じ。じゃあ13位からいきますね。13位、ゆうさんさん、ありがとうございます。 ありがとうだわん。12位、りゅうさん、ありがとうだわん。11位、ディアマさんさんさん、ありがとうだわん。10位、スイバラの赤 T さんさんさん、ありがとうだわん。恥ずかしいねこれ、ちょっとやめていいかな。ちょっとやめようかな、どうしよう。やるか。9位、ハケタカさん、ありがとうだわん。8位、カンさん、ありがとうだわん。7位、ヤナシングさん、ありがとうだわん。6位、ハイスの明日のおしゃべり会よろしくさんさんさん、ありがとうだわん。5位、ビータケシさん、ありがとうだわん。4位、チェリーモエナナグッドモーニングさん、ありがとうだわん。本当に恥ずかしい。あとでも3回耐えてやってるの思う。3位、セッテンガーさん、ありがとうだわん。2位、りょうへいさん、ありがとうだわん。1位はさっと大塚さんです、ありがとうだわん。よし、やりきった。やりきった、やりきったわ。なでなでして。ということで、今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、本当にありがとうございました。いつもありがとうございます。ちょっと短くなっちゃったんですけどね、久しぶりにみんなとお話できて嬉しかった、イエーイ。もうずっと配信したくて、ずっとみんなとお話ししたくて、でもねえ、うーん、できないっていうこの悔しい気持ちがいっぱいだったんですけど、ちょっと30分だけでもと思って今日ようやくできて、やったー、イエーイ。ちょっとまたしあさってとかになっちゃうかもしれないんですけど、また配信するので見に来てくれたら嬉しいです。じゃあまた会おうね。明日、そうだ、ちゃんとお伝えしておこう。明日はオンラインおしゃべり会、あさっては公演、よろしくお願いします。そしてそうだよね、もう今日11月に入ったので、改めて11月、この1ヶ月もよろしくお願いします。ではまたね、おやすみ、バイバイだわん。バイバイだわん、おやすみだわん。やだ、恥ずかしい。